ブンブンハロー YouTube、 どうもこんにちは。本日なんですけども、名探偵コナン、あの有名な漫画名探偵コナンのね、個人的に、まあ、好きな、まあ、ストーリーというか事件、いっぱい事件あったわけじゃないですか。コナン君がいればもう絶対事件が起きると。毛利小五郎はもう死神だと、まあ、本当はコナン君なんですけども、まあ、あんなね、一生のうちで100回も200回も殺人事件を繰り返す人、まあ珍しいと思うんですけど、まあそういうたくさんある事件の中で個人的な好きなエピソードというのはね、まあちょっとね、2つ、まあ、独断と偏見でね、紹介したいなと思います。まあこれはね、結構個人的な意見なんでね、ちょっとね、これたくさんありすぎたんですけど、まああまり多すぎるとちょっとどうなのかなということで、今回は2つ、まあ結構昔の話なんですけど、ちょっとね、聞いていただけたらなと思います。まあ名探偵コナンはね、今、ちなみに新書シリーズっていうのが始まってまして、こちらですね、 FBI 対赤井秀一が戦う、まあ、FBI 対黒の組織が、まあ、戦ってるとんで、今単行本98巻まで出てるんですけども、まあ、ちょうどこの内容がね、100巻に当たるということでですね、もうすぐ盛り上がった内容なんじゃないかなと、ということで、でしかもね、黒の組織のナンバー2であるラムの正体もついにあの人が発覚したということですごく盛り上がってるんですけども、今日はね、ちなみにね、こちらについてはね、僕の他の動画でもね、紹介してるんで、ぜひともそちら見ていただきたいんですけども、まあ、個人的な好きなエピソードを紹介していきたいなと思います。じゃあ、早速いきましょう。まず、一つ目が、黒の組織との再会っていうシリーズで、で、この黒の組織との再会っていう話がどういう話かというと、まあ、あるパーティー会場にね、コナンたちが行くんですよね。そこにはたくさんの人がいますと。で、そこで、まあ、急にね、停電になるわけですよ。でね、停電になった後にガシャンってすごい音が。なるんですよね。じゃあそれどうなってるかというと、一人の男の上にシャンデリアが落ちてきたんですよね。その人が、ね、まあ、国会議員だということで、まあ、それが事件だったんですよね。で、まあ、話の内容としては、それを撃ったのはおそらくシャンデリアのある部分を拳銃で撃ったと。で、その時にサイレンサーで音を隠して、なおかつね、その発砲の光は、ハンカチをかぶせてたっていうことにだったんですよね。なぜハンカチなのかというと、そのシャンデリアが落ちた後にコナンのところにハンカチが落ちてきたんですよね。で、そのハンカチっていうのが紫色のシールをしてたんですけど、そのハンカチっていうのはパーティー会場に入るときに全員に配られたものなんですよ。で、それにはいろんな色があって、赤色とか緑とか紫とかたくさんあるんですけど、だから紫のハンカチを持ってる人が犯人だみたいな話になって、7人の容疑者が絞られるんですよね。で、その中で1人がね、このベルモットだと。で、もう一人が犯人はピスコっていう人物なんですけど、まあ、この事件っていうかは解決戦最後にピスコとかハリバライが対面するシーンってあって、そこのね、話が個人的には印象的なんですよね。これはね、ぜひともね、Amazon プライムとかで、黒の組織との再会っていうシリーズ見てもらいたいんですけど、初めてね、黒の組織のボスであるあの方っていう人物の、まあ、名前が出てきた回でもあると、ジンが電話でね、あの方のご命令を受けたとか、なんかそういうことを言っているシーンがあって、ピスコっていうね、黒の組織の、まあ、メンバーも、まあ、これはあの方の命令なんだ、悪く思わないでね、シホちゃんって言ってね、まあ、そのかつてそのピスコっていう人物はね、もともと黒の組織にいた時のハイバライを知ってると、まあ、だから黒の組織の再会っていう、ね、テーマなんで、名前なんですけども、まあ、そういうことがあったということであったり、まあ、他にもね、たくさん面白い内容もあるんですよ。ジンが登場してきて、ジンがね、ポエムをつぶやくわけですよ。ハイバラがね、もう今にも死にそうな感じの時に、ジンがね、拳銃でもうわざとちょっと微妙なところを撃ってね、痛めつけるんですよね。最後にもう終わりだみたいなことを言って、もうなんか、捨てゼリフを吐くわけですよ。なんか、いや、闇に舞い散る白い雪みたいなことをどんどん言うと。もうそういう感じでね、個人的には印象的な回だったなと。まあ、っていうのが一つ。で、もう一つが、もう一つだっていうか、あともうその黒の組織との再会で印象的だった理由に曲があるんですよ。確か氷の上に立つようになったんじゃないかなと思うんですけど、ちょうどね、そのあたりの曲を聴くとね、もう泣きそうになるんですよね。泣きそうになると、氷の上に立つようにとか、フリーマジックとか、夏の幻、君がいない夏とか聴くとね、ちょっと涙が止まらなくなるんで、もうちょっとぜひともね、聴いていただきたいなと思います。まあ、そんな感じですね。で、二つ目なんですけど、シンフォニー号連続殺人事件っていう話で、これどういう話かというとね、まあ、ある豪華客船で、パーティーというかね、なんか、パーティーみたいなのが行われるわけですよ。2泊3日でパーティーしませんか。で、それはね、出場、そこに参加したいかったら、あるものを持ってきてくださいと。で、そのものっていうのが、15年前かな、20年前なら誰もが持ってきたものを もし見せてくれて、それ、もし正解だったら先着10名がね、このパーティーに参加できますよ、みたいな話があったんですよね。で、それが、まあ、多くの人はね、15年前、20年前なんだろうみたいなことを考えてね、だからルービックキューブとか持ってくるわけです。でもそれは違うと。で、正解はコナン君が持ってきたんですけど、実は昔の一万円札だったんですよね、聖徳太子とかの。で、それで、まあ、はい、コナン君正解です、どうぞみたいな。で、毛利心が入るんですけど、他には、
で、実はその豪華客船っていうのが、とんでもないメンバーが集まってて、実はね、15年前か20年前のちょうど起きた強盗連続殺人事件のその関係する人物がギャッて集まってた豪華客船だったんですよね。要はそのちょうどこの2泊3日の最中に時効が明ける日だったんですよ。だから彼らが強盗殺人を起こした人物が集まってパーティーと開いてね、その当時自分たちが盗んだ1万円札を見せることによってね、入るようなパーティーを仕向けたとね、その主催者が古川勝という方だったんですけど、そういう仲だったんですよね。なんですけども、実はね、その強盗殺人者3人だけじゃなくて、その強盗殺人に関わってる人がもうガッて集まってるんですよ。例えば、その殺された女性の、婚約者であったりね、殺された女性のね、お父さんであったりね、その事件を追っている刑事であったり、で、その強盗殺人事件を起こした、その強盗グループにはね、影の警告士、加納才三っていう人物がいたんですよ。で、その人物のね、その人物は本当に伝説的な人物で、もう計画性がすごいと、もう絶対逮捕されない、証拠を一切残さないと、そのすごい人物だったんですけども、その人物のね、娘であったり、関わる人物がギュッて乗っているんですが、そこらへんはどんどん事件が起きていくわけですよ。でもその事件がもうめちゃくちゃ面白いんですよ。本当に面白くて、これもぜひとも見ていただきたいので、ここから先はね、ちょっと話せないんですけど、ちょっとあれ、ぜひとも皆さん見ていただきたいなと思います。あと、そしてもう一つね、重要なポイントがあってね、さっき言った黒の組織との再会も、シンフォニー湖連続殺人事件も、曲がめちゃくちゃいいんですよ。確かこの時期、氷の上に立つようにか、フリーマジックだったと思うんですけど、他にもね、夏の幻とか、君の概念ですとか、エンディングテーマとか、主題歌がもう、僕もう泣きそうになってくるぐらい名曲なんで、これも、ちょっとアマゾンプライムもね、ぜひともね、見ていただきたいなと思います。そんな感じですね。はい。今日紹介したのは本当に一部ですし、コナン君の漫画あれたくさんあるんでね、今後もまだね、紹介していきたいなと思うんで、これは、また次回、紹介したいなと思います。あとね、私はこれですとか、その話確かに共感できますとか、私はこの回好きなんですよとか、菅和館長はとか、首切りのジェットコースター殺人事件、グロくないですか、もう何でもいいんで、ね、どんどんコメント待ってますと。あとね、コナン君、最近新章についてはね、僕の他の動画でも話してるんですけど、ぜひともチェックしてみたらもらえたらなと思います。あとですね、今、無料の特典がありまして、あと一つですね、無料の特典が今ありましてね、メンタリスト DAIGO さんの、この超読書術とか、超習慣術、超客観力といった本がね、今、Amazon のオーディオブックで1人1冊無料で聞けるキャンペーンをやってまして、ぜひね、これを機にね、Amazon のオーディオブック、僕のね、動画下の概要欄にリンク貼っておくので、ぜひともチェックしてみてください。やっぱりオーディオブックってことで、ランニングしながらでも、運動しながらでも聞きますし、料理作りながらでも聞けるんでね、僕も最近聞いてるんですけど、ものすごく便利で、ぜひとも皆さん聞いていただきたいなと思います。動画下の、概要欄にリンク貼っておきます。ということで、そんな感じですね。チャンネル登録まだの方に、ね、本当にチャンネル登録していただけると、もう僕自身ものすごく元気に出るんで、ぜひとも、ね、チャンネル登録まだの方、よろしくお願いします。本当にお願いします。その後にボタンを押して、2秒間で僕にちょっとくれたらなと。僕も今後どんどん頑張っていきたいんで、本当にお願いします。あとね、高評価のボタンもね、ポチッと、その2秒間を押していただけると、この動画の評価が高かったり、多くの人に見られやすくなるので、僕もどんどん少しでも多くの方に見られたいんで、ぜひともよろしくお願いします。本当にお願いします。ということで、皆さんいつもありがとうございます。コメントがあればね、どんどんしていただけたらなと思います。あと本とかどんどん紹介していきたいなと思うんで、お願いします。じゃあね。